久保さん、みんなの銀行なんですけど、僕あの、9000円いってましたね。みんなの銀行。 まあもうちょっとで1000、多分ら明日明日か今日あ今日か明日か、あれですけど、まあ毎日今入ってるんで、まあ繁栄が2日後が1日後だと思うんで、まあ1万は超えるでしょうね。まあ久保さんが確か7万、8万ですか。もう10万いったかな。まあ一応ね30万までいきますんで、一応キャンペーン終わるまで僕しつこくやろうかなと思いますね。 もうひたすらみんなの銀行を押しまくります、押しまくるっていうね。そう。まあこれも先入観じゃないですか。ね。怪しいっていう。だって PayPay ペペもね、今4000万人以上ダウンロードしてて、いまだに怪しい電子マネーちょっと怖いっていう人いるわけですよ。4000万人使ってて、コンビニでも、えー、支払えて、えー、自動車税も支払えて、公共機関も支払えて、それでも怪しいっていうね。どこまで怪しいねんと。<laughs> え、ど、どうなったら怪しくないのみたいな。 話でもはや札の方が怪しいいんじゃないかなかと <laughs>、ねまあ、日本の紙幣はね、すごく巧妙に作られてるので、偽札っていうのがあまり出回りづらいですけども、他の国行ったらどうすか。だか中国が電子化を進めた理由って、多分、偽札やばいからじゃないですか。それもあると思いますよ、一部。うん、多分、日本の技術が世界でトップレベルだと思うんですよ、その偽造されないようにするのが。 でも他の国とかだと偽造し放題みたいなね、あるじゃないですか。うーん。だからまあ、どこまで行ったらそれが消えるんですかね。うーんって話ですね。だからまあ、あのーうん、まあ、それを、まあそ、その人はしょうがない。しょうがないけど言いますよ。やった方がいいよと。YouTube もできるんだから、みんなやろうと思えば。うーん。てか、やれる方法を考えればいいじゃないですか。 顔出ししたくない。アヒルの動画でも何百万回回ってますよ。ね。アヒルの動画でいいんですよ。猫の動画でいいんですよ。それでも回ってますよ。ね。自分が飼ってる猫を撮ってね、猫 YouTuber みたいなね。ね。あと子供さんをやってる人もいますけど、子供が嫌だっていう場合は、猫でもいいですし、犬でもいいですし自、自分が出なくてもいけるわけですよ。うーん。 で、あの、なんだ。あの、魚をさばくっていうね。あの人なんだ。もう、チャンネル登録400万人ぐらい言ってると思うんですけど、魚をさばくとかね、まあ、まあ、ちょっと絵的にすげえのをさばいたりとかしてましたけど、魚をさばくだけでね、やってることは、魚さばいてるわけでしょ。それでチャンネル登録400万人っていうね。<laughs> どうすか。やるかやらないかですよね。うん。ああ、ね、ねその、 やれないんじゃなくて、やれる方法を探せばいいだけなんですよ。単純に。いや、やれる方法を探してないからやれないんじゃないですか。いつまでたっても。まあ、ぶっちゃけ顔出し、顔、顔出しなんかを顔出しして生きてるので、ね。まあ、久保さんのあの話は非常にね、すごくいい,い,いと思いますよ。僕はもうあれ、すごく使わせていただいてますけど。<laughs> コンビニ店員、毎回顔さらしてね、 ね不特定多数の人が来て出入りしてね。いや、深夜のコンビニ危ねえやんみたいな話で。もはやそっちの方が危ないですよね。包丁を持ってくるかもしれないじゃないですか。でもこのウェブカメラでね、僕カメラで撮ってますけど、目の前に誰もいないので、まあ、包丁を持って刺されることが、刺されるリスクはゼロです。100%ゼロです。100%ゼロです。でもコンビニ店員、どうすか包丁で刺されるリスクありません深夜。強盗とかあるでしょ まあ海外なんか特にそうですよね。日本も時たまありますけど、ね、ニュースになったりしますけど、どうですかでも、リスクないでしょウェブカメラに向かって一人で喋ってるだけですから、何のリスクも誰とも合わない。<laughs> こんなリスクないことあります誰とも合わないでしょリスクないでしょ。<laughs> コメントもね、なアンチコメントが嫌だったら、別に、 僕なんかはね、コメント非表示にしてますから、コメントできなくできるんで、YouTube の仕組みをコメントできないようにすればいいじゃないですか。単純に。だからもう、見ないというか、欠かせないっていうね、もはや。もはや欠かせないっていう, <laughs> う。っていうのもできるので、うん。もう僕はコメントをね、この前もね、コメント開かないんですかみたいな質問あったんですけど、一生開かないですね、多分。一生開かないです。だって僕は YouTuber ではないんですよね。 ユーチューブで生活してはいないので、まあでも、切り口を変えるとユーチューバーなんですけど、まあユーチューブを使って集客をして商品を売っているっていう感じなんで、まあこれをユーチューバーというのか、ユーチューバーと言わないのかわからないですけど、ただ広告収入で飯を食ってないです。つまり商品を売ってるんですよね。わかりますユーチューブで、ユーチューブを活用して集客をして、もしくはユーチューブで信頼関係を構築して商品を売ると、セールスして売ると。で、僕は、 対応しなければいけない。責任があるのは商品を売ってるので、そのサポートはしないといけないと僕は思ってます。ただし、これも、まあ、その家電製品とかもね、1年間の保証期間がある家電製品もあれば、え保証がない家電製品もあります。ね。だからそれはメーカーによって変わりますよね。だからサポートがない商品もあるだろうし、僕はサポートする派なので、なんでじゃあ時間そこに使いますよね。 なんで、YouTube のコメントに、アーダコーダー、その、返信する、見る、時間をか注ぐんだったら、商品を買ってくれた人の質問に対して時間を注ぐ。ここは責任があるからっていうところで、そこはやるよと。うん。商品を買ってくれました。で、わかんないことがあります。そこにはいくらでも対応すると。お客さんの声。まあ、あと、ま、無料プレゼントでアンケートとかもやったりとかしますけど、ま、そういうのはやりますけど、対応し、あの、なんか、答えますけど、なんか、ね。 なんかそこら辺の通りすがりの、ちゃちゃ入れてくれる、入れてくる人は一切見ない。あの、他行ってくれと。他行ってくれと。だって他行けばいくらでもコメント書けるじゃないですか。別にこ,こんなね、再生数しょぼい男の動画でちゃちゃ入れても、時間の、あなたも時間の無駄ですよっていう僕は言いたいですよね。あなたも時間の無駄なんで、他行ってくれと。うん。まあ、そんなスタイルでやっています。僕はね。 なんかだろうな,なんかやっぱ先入観の本当にみんな地獄に入ってますよねやれることを探せばやれるよねっていう終わりましょうかいってらっしゃい